食べて痩せる無印のカレートップ3をお伝えしていきます。この動画ではダイエットにおすすめの無印のカレーが分かって美味しく食べながら痩せることができるんですよ。またこのチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ無印のカレーを食べると痩せることができるのかということで、今回は痩せるポイント4つあなたにお話ししていきたいと思います。まず1つ目のポイントです。あなたの腸内環境が整う食材が使ってあるからなんですよね。もしあなたがもう綺麗に健康にね、痩せたいなって、ダイエット成功させたいって心から願っていらっしゃるようであれば、まず何をしたらよいのか、もうそれはあなたの腸内環境を整えてあげることがもう大前提になるんですよ。なぜかというと、腸内環境が悪いまま何をしても成功しないからです。もう本当にこれはですね、もう声を大にしてもう毎回お伝えしてるんですけれども、ダメなんですよ。じゃあどうすればよいのか。それは腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちをいかに増やして育てて、そこに住み着いてもらうことができるのかっていうところにね、かかっているんですよね。なので、まあ、過去の私もそうだったんですけれども、私もこの腸内環境がもうひどく乱れていた時期があってですね、もうひどい体調不良や、もう今よりもプラス10キロ太っていたこともありましたし、もうとにかくもう何をやってもきつい、疲れやすい、もう病院もよくしょっちゅう行ってたみたいな、そんなねことになっていたんですが、もう今はその時と比べても真逆ですよね。もうとにかくもう元気いっぱい、マイナス10キロこの体型をキープ、そして病院ももう行かないです。もう薬も飲まないんですよね。もうそれだけ健康体なわけです。ですからあなたもとにかくこの腸内環境をまずは整えることが大事ですから、別動画でももうたくさん腸内環境を整える方法をお伝えしておりますから、この動画見終わったらですね、他の動画もぜひご覧くださいね。ということで次2番目です。この無印さんのカレーはですね、無添加なんですよ。もう素晴らしいんです。化学調味料、香料、合成着色料不使用ということでね、パッケージにも書いてあるんですよ。後ほどお伝えしますけれども、とにかくこの無添加であることが結果腸内環境を整えることにね、もうここつながってるんです。ここ切っても切り離せないっていうね、関係性になるんですよね。なぜかというと、こういったお体にとって悪いものを取る、まあ、イコール腸に負担をかけてしまうと、もう腸がね動かなくなっていくんですよね。元気じゃないということは、食べたものが消化吸収できないわけですから、結果あなたは栄養不足になってしまって、結果ホルモンバランスが崩れて、食欲は暴走する、体重や味覚をコントロールするホルモンも作れない、動かないってなってくると、もうどんどん太っていってしまう、体調不良になってしまう、もういいことがないわけです。ですから普通のですね、やはり市販のカレールーというのはもうこのオンパレードなんですよね。もう余計な添加物が非常に多く含まれています。特にこちら化学調味料と呼ばれるものなんですけれども、原材料名をチェックしていただきますと、化学調味料なんてね書いてくれてないんですよ。その代わりなんて書いてあるかと言いますと、カレールーを購入するときに見てくださいね、もうほとんど調味料かっこアミノ酸などというこのグルタミン酸ナトリウムというのがね入ってます。これが要はね、うまみ成分なんですよ。化学的なうまみ成分を入れることで美味しくしてくるわけです。ただこういったものを取ってしまうと、どんどん太っていってしまうんですよね。なぜかというと、腸内環境が乱れるからになります。この無添加のお話で、あと2つお伝えしたいことがあるんですけれども、そういったカレールーに例えばこう人工甘味料などが含まれているケースも多いんですよね。糖質オフとかなっていうとちょっと怪しいですよね。なんで甘い味なのに糖質がカットされるんですかっていうところ、やっぱりこういった人工甘味料を使うことでその糖質の量を落としているわけです。でもそうしますと逆に太ってしまうんですよ。なぜかというと、人工甘味料というのは甘いのにカロリーがないわけですよね。そうすると脳がおかしいなと思うわけです。こんなに甘いものを食べた割にはカロリーが取れていないと、
これは命の危険に関わるということで、どんどん甘いものを食べましょうねっていうのをですね、あなたに指令を出すんですよ。なのであなたがお悪いのではなくって、その脳からの指令にあなたが従わないといけなくなってるだけなんですよね。ですから、まあ、加齢に関わらずですね、こういった化学調味料であったり人工甘味料であったり、こういったのが入っている食材を買わないでっていうことなんですよね。買わない結果痩せることができるわけです。またプラスカレールーによく入っているのはこちらです、トランス脂肪酸です。でもね、これもトランス脂肪酸なんて書いてくれてないんですよ。本当は書かないといけないんじゃないのかなって本当に思うんですけれども、日本のその法律上の規定でそのトランス脂肪酸がいくら入ってるなんてね、やっぱり書いてくれてないんですよね。だったら私たち消費者が賢くなる必要があるわけです。で、このトランス脂肪酸というのは別名食べるプラスチックなんて呼ばれるぐらい非常に腸内環境悪くして結果太りますし、まあ、そもそも健康を害する食べ物ですから気をつけてくださいね。ということで、このトランス脂肪酸が含まれている食材ってどんなものでしょうかということ、こちら一覧表です。もうチェックしてくださいね。あとご一緒に見ていきましょう。マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用生成加工油脂、加工油、加工脂。まあなんといっぱいあることでしょうかということで、ね、もう本当悲しくなってくるんですけれども、やはりこういったものが原材料に入っていないものを選びましょう。カレーならカレールーですよね。そこがポイントになってきます。では痩せるポイント3つ目です。こちら、タンパク質が取れるからなんですね。やはりタンパク質がないと痩せることがねできないんですよ。なぜかというと、まあ、そもそも、まあ、臓器や筋肉を作る元がタンパク質でありますし、またホルモンもやはりタンパク質がしっかり取れていないとうまく働かずに、結果体重がコントロールできなくなったり、味覚がこうねおかしくなるので食欲がこう暴走してしまうっていう、その負のスパイラルへと入ってしまいますから、とにかくダイエットを成功させたいんでしたら、腸内環境が整っていて、そういった腸内環境に負担をかけないものを召し上がりつつ、タンパク質をしっかりとっていきましょうねってお話になるんです。では最後の痩せるポイント4つ目です。グルテンフリーなんですよね。ここも大事なんです。よくねグルテンフリーって聞かれることもあると思うんですけれども、よくあのスポーツ選手がグルテンフリーにしたらパフォーマンスが上がったとかね、聞かれるお話も多々あるんですよ。それぐらいグルテンというのを取ってしまうと健康も害しますし、また心のね在り方も変わってきます。すぐ切れたりイライラしたり、なので最近よく切れるお子さんがいらっしゃるのはこのグルテンが関わってきてますっていう、そういったね論文も出てるくらい、グルテンっていうのは極力取らない方がいいわけなんです。ただいろんな食品にねやっぱり入ってるんですよね。主に小麦粉です。小麦粉製品、まあ、麦系に入っています。まあ、特に小麦が多いんですけれども、このグルテンっていうのは依存性があるので、一回食べ出してしまうと止まらないんですよ。まあ、昔のね私もそうなんですけども、パン大好き人間で、もうとにかく朝昼晩パンでも OK みたいな、まあ、小麦ですよね。朝がパン、昼もパン、夜がパスタとか、まあ、そんなね生活をしていたこともあるくらい、もうグルテンまみれみたいな、そんなね時もあったんです。もう非常に体調悪かったですね。もう疲れやすいし、すぐ風邪もひきますし、頭痛もするし、もうとにかくやる気も起こらない、もうすぐにイライラしてしまうって、こうわけもなく涙が出るとかね、もう本当に異常だったなあの頃はって思うんですよ。で今はそんなことがないです。なぜかというとグルテンフリーを心がけているからなんですね。ですからこのグルテンを取ってしまうと、あなたの腸のもう隅々までにもビターッとですね、もう一回くっついたら私離れませんっていうか、もうガシッとへばりついてしまうんですよ。もう一回入れるとこうなかなか取れないっていうのがこのグルテンなんですよね。そうすると もちろん腸の粘膜が炎症を起こすわけです。結果栄養もその吸収できない、消化吸収できなくなってきますから、もう本当にですね良くないんですよね。またそのことで、その炎症したことでサイトカインというのが分泌されまして、もう肥満まっしぐらみたいなね、そういったものになりますから、今回私が選んだこの無印のカレーには小麦粉が入っていないものを選んでいますから、安心して召し上がっていただきたいなって思います。また市販のカレールーにはこの小麦粉がね入ってますから、ぜひ原材料名をチェックして、入ってないかなって確認してから購入してみてくださいね。では2つ目の項目です。
何をということで、今回は無印良品さんで選んだ痩せるカレートップ3ということでお伝えしていきたいと思うんですね。もうね、この無印のお店に行かれた方お分かりだと思うんですけれども、このカレーシリーズ今すっごく種類が増えているんですよね。わあ、すごく力入れてくださってるんだなと思っても嬉しくて、もう私ももうとにかく隅々までもう10種類以上もあるカレールーをですね、一つ一つ手に取っては、もうカロリーをチェックして、栄養成分をチェックして、その添加物ですよねが大丈夫かなってチェックしたり、先ほどの痩せるポイントが全部クリアできてるかなとかですね、もう一つ一つ10種類以上をくまなくですね見ていたんですよ。もうかなりそのカレーのね、そのルーの商品の前でもう長時間私ねいたわけです、たった一人で。もうね、怪しかったと思うんですよ。もう店員さんもね、この人何してるんだろうって思ったと思うんですよ。しかも閉店ギリギリで行ったもんですから、間もなく閉店いたしますって、そのホタルの光のね曲みたいな感じで、もう帰ってくださいねっていう、こう雰囲気が店中オーラで包まれていた中で、もうギリギリまでもごめんなさいと思いながら、もうでもやっぱり選びたいと思ってですね、もうそこは妥協せずにいつまでも閉店ギリギリまでいたのは私ですということで、もうとにかくものすごい種類が豊富ですから、それぞれいいところはあるんですけれども、やはり私は腸活の専門家ですから、先ほど痩せるポイントを全てクリアした、もう厳選した無印さんのカレールーを3つあなたにお伝えしていきますので、ぜひ楽しみに最後までご覧くださいね。ではいよいよ3つ目の項目です。どのようにということで、今回私が選んだ無印良品さんの痩せるカレートップ3をどのようにチェックして選べばよいのか、また食べ方ですね、とうとうアレンジレシピでお伝えしてまいりたいと思います。ではまずはトップ3の第3位はこちらです。素材を生かした辛くない国産リンゴと野菜のカレーになります。こちら1人分なんですけれども 180g 入ってまして、辛さを感じる唐辛子を使わずに、リンゴとかぼちゃの甘みを生かして仕上げました。辛さが苦手な方やお子様にもおすすめですということで、本当この辛さのですね、唐辛子の辛いレベルが載っていますが、もうゼロですね。唐辛子のマークはもうない、ここに辛くないってね書いてあるんですけれども、こちらは1袋 180g あたりカロリーが 138kcal になります。そしてタンパク質が 1.8g、 脂質が 5.8g、 炭水化物が 19.8g ということで、ちょっとこの糖質が高めになるんですよね。やはり甘いお野菜使ってますが、糖質は高めなので、糖質オフ、糖質カットのダイエットに取り組まれている方はこれはちょっと高めですから、まあ、2回に分けて召し上がってみたりとかですね、されると良いと思います。でまたカレーといえばね、セットはお米だったりナンだったりすると思うんですけれども、やはりお米やナンというのは糖質が高い食べ物になりますから、できればそのお米であれば白米よりも玄米、まあ、プラス雑穀米を入れてみたりとか、まあ、オートミールとかでもいいと思うんですよね。でまたナンはやはり小麦粉、グルテンが入ってますから、私はやはりダイエットで目標達成するまでは控えた方がいいと思います。でまたおすすめの糖質オフの食べ方なんですけれども、千切りキャベツをお米の代わりに使うというカレーもすっごくおすすめですよ。もうキャベツは痩せ野菜ですから、もうとにかく私の主人もそうなんですけれども、彼もその体重をコントロールするときにですね、カレー大好き人間なんですよ。もう我が家ではカレーを作るのは私じゃなくて主人なんです。もうそれぐらいもうカレーといえばパパカレーなんですよね。その時に彼はカレーが食べたい、だけどもご飯で食べると、その特にこうカレーって夜食べることが多いんですよね。で夜食べちゃうと体重がやっぱり太ってしまうから、増えてしまうから、彼はそのお米の代わりに千切りキャベツとこのカレールーをですね、手作りカレールーをかけて食べてましたよ。だから全然太らないですし、お腹も出てませんし、もうすごくねスリムで、まあ、夫婦でねこういった体型をキープできているんです。ですから糖質カットはやはりダイエットにおすすめですから、千切りキャベツカレーぜひ試してみてくださいね。でこちらはですね、原材料も見ていただきますと分かる通り、もうほとんどお野菜
なんですよね。もういっぱいありすぎて、ここではもうちょっとご紹介するのは控えようと思うんですけれども、とにかくですね、もうお野菜、果物、オンパレードという形で、しかも冒頭でお伝えした条件を全部クリアできているカレーになりますし、またもちろん辛いのが、苦手とかね、お子様にもすごくいいと思うんですよ。ぜひお子様にもグルテンフリーであったり、トランス脂肪酸がフリーであったり、そういったお体に良いものをぜひ食べさせて差し上げていただきたいなって思います。ではどんどんいきましょうね。第2位はこちらです。素材を生かしたカレー、ゲンパーかっこ森のカレーになります。こちらも1人分で 180g です。で結構ですね、辛めなんですよね。激辛の1個手前まで唐辛子マークがついてますから、ちょっと辛い方はね、豆乳で薄めて召し上がったりとかですね、されるといいと思うんですよ。辛さが抑えることができますからね。でこれがいいのが、その森のカレーというその名前の通り、ブナシメジ、タケノコ、キクラゲなど森の恵みと鶏肉の旨味を生かしたタイ、東北地方を発祥のカレーだそうです。でこれ確かに辛いからですね、ちょっとね、これをお手本にということで、無印さんは赤唐辛子の辛さとハーブの風味を効かせて作ってくださってますから、逆に辛いのが好きという方にはいいと思います。でこちら1袋あたり 180g 入ってまして、エネルギーが先ほどのこの辛くない野菜のカレーと比べて低いんですよ。エネルギーは高いんです。171kcal なんだけれども、なぜこれを第2位にしたかと言いますと、痩せるためにはカロリーばっかり気にしていても、ダメなんですよ。カロリーが多少あってもいいんです。ポイントは糖質量がポイント。痩せるためにはカロリーよりも糖質量がいくら入っているのかなっていうのがポイントになるので、こちらは糖質量が低かったんですよね。先ほどは炭水化物が 19.8 に比べてもう半分です。ほぼ 8.3g しか入っていませんから、痩せるためにはやはりこちらの方がおすすめなんですよということで、もちろん原材料名も野菜やこの森の材料ですよね、いっぱい入っています。でまたチキンですね、鶏肉も入っている関係で、タンパク質量も多く取れます。先ほどの野菜カレーは 1.8g に対して、こちらタンパク質がもう 7.0 も取れますから、やっぱりこちらだと先ほどのこの痩せる条件をクリアできているなと思って第2位に選びました。でこちらにもね、全部のパウチに書いてあるんですけれども、化学調味料、合成着色料、香料不使用ということで、もう堂々と書いてくださっていますし、グルテンフリー、小麦粉が入ってませんから、安心して召し上がっていただきたいなと思います。では堂々の第1位はこちらです。糖質 10g 以下のカレー、チキンとトマトのカレーになります。でこちら1人分が先ほどの2つと違って、ちょっと量が少なめなんですよ。 150g です。なのでやはり食べ過ぎにもなりませんし、いいなと思って手に取りました。でここが嬉しいんですよ。糖質 10g 以下でなんでできたかと言いますと、小麦粉やでんぷんを使わず糖質を抑えました。鶏肉やトマト、ソテーオニオンの旨味にスパイスを効かせたインド風のカレーですね。先ほどはタイ風でしたけれども、こちらはインド風カレーです。辛さは激辛の2つ手前ですから、先ほどのゲンパよりは辛さは控えめになります。そしてなんといっても1袋 150g あたりのカロリーが一番低いです。 127kcal になります。そしてまた嬉しいのが、その太る元、糖質がたったの 3.15 しか入っていません。そしてタンパク質が 15.8g も取れちゃいますということで、もう堂々のこちら第1位に選んだ理由が今のお話でお分かりになっていただけたと思います。でこれすごくね、材料もシンプルなんですよね。鶏肉が一番最初に来てまして、トマトであったりブロッコリーであったり、また豆乳も入ってるんですよ。なのでもすごくね、もうこれはやっぱり第一でしょうと思って選んだんですけども、理由はそこにあります。豆乳も痩せる効果が大ですので、ぜひ召し上がってみてくださいね。でまた今までご紹介したカレーも、辛いのは特に豆乳で割るのもポイントですから、豆乳で割りますとやはりですね、カロリーも抑えることができますし、もうどうかしたらもう2食分ぐらいで召し上がってくださってもね、いいと思うんですよ。結構入ってますから、こちら1食にもご飯たっぷりとか食べちゃうと、やっぱりね、
そこで糖質取ってしまって太ってしまうので、私はどうしてるかというと、あの豆乳が大好き人間なので、無調整豆乳とこのルーを割って、お子ちゃまがね食べれるような、私はあの辛いのが苦手なので、そんなに辛いの食べれないんですよね。ですから豆乳で割って、そしてお米は玄米とか雑穀米にすることもありますし、先ほどお伝えしたキャベツカレーにすることもあります。特に夜はですね、そういった形で食べることもありますし、まあ、朝からカレーってもね我が家ではありなんですけれども、朝からでしたら、まあ、1日ね活動する時間帯ですから、その時は玄米カレーでもいいかなって思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はもう数多くある無印さんのカレーの中からもう厳選して、もうこれだと思うね痩せるカレートップ3あなたにお伝えしました。ぜひ手に取ってしっかりね、なるほどって、これが痩せる理由なんだなっていうのをね確かめながら、まあ、無印さんに限らず他のカレールームもチェックしていただきたいなと思います。もうあなたは選ぶチェックポイント、痩せるポイントはもうお分かりですから、ぜひお役立ていただければとっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。